はい、月です。本日は久しぶりにドローンについて触れたいと思います。 DJI から新しいドローン Mavic Air が発売されました。10万円からこれだと13万円ぐらいなのかなということで、まだまだ高いですけどね。でも一時期に比べるとだいぶ価格が抑えられて、そして小さくなったので、手が出しやすくなったんじゃないかなと思います。購入したいって気持ちはあるんですが、なかなか日本の法律ですと 200g でしたっけね、超えてしまうと、免許といいますかいろいろ手続きを踏まないといけないので、気軽に飛ばすっていうのはなかなか難しいかなと思います。私も DJI ファントムとか GoPro のドローンカルマなんかを購入して何回か撮影しに行きました。開封動画もあると思いますので、よろしければそちらチェックいただければと思うんですが、ただ先ほど申し上げた通り気軽に行くっていうわけにもいかなくて、予約したり申請したりすることが必要になります。確かに私も一機墜落させたことがあるので、慣れない人がいきなり飛ばすとやっぱりプロペラなんかもね、人を傷つけたりしますし、それなりの重量がありますんで落下して人に当たったりすると怪我をすることもあると思いますので、ルールを守って楽しまないといけないかなというふうに思います。気軽に飛ばせるドローンということで、これまでもおもちゃドローンですね、小型ドローンをいくつか購入してきました。過去の動画にもあると思いますが、狭小のミニドローンなんかもですね、結構ご質問いただいたりしましたが、今他の人にあげてしまったんですが、ポケットドローンですとかこちらですね、ミニ UFO かな、これはねなかなか安定して飛ばせた気がします。こちらの方はやったかやってないか覚えてないんですけども、ホーリーストーンのドローンです。やっぱりちっちゃいドローンだとなかなか安定しない、うまく飛ばせない、このぐらいのサイズでなんとか安定するかなというところですね。今回購入したのも小型ドローンなんですが、こちら DB パワーの小型スカウトドローン 901H です。ドローン、ミニドローン、ラジコンヘリコプター、コード1ワンキー離陸、初心者向き折りたたみ式小型ドローンです。10月19日に購入しています。6軸ジャイロ 3D フリップ、ヘッドレスモード 2.4GHz、 コード1ワンキー離着陸、 LED ライト、折りたたみ式という風になっています。使用時間としては連続使用の場合で最大7分、充電時間が40分から60分となっています。このね、小型ドローン、おもちゃドローンの難点というのは安定しない、私が下手なだけかもしれないんですが、飛行が安定しない点と、あと電池がね、5分ぐらいでなくなっちゃう、その割には長時間充電しないといけないという点があるので、法の問題はクリアできても端数の肥やしになりがちなものなんですけども、今回のドローンはどうでしょうか。はい、箱の中身は取扱説明書、日本語ですね。そして充電器、そしてプロペラガードですね。プロペラガードが4つにプロペラ、そして小さいドライバー、これは何でしょうかね、後で確認してみたいと思います。そして本体は、はい、結構がっちり入ってましたが、本体はこちらになってます。コントローラーの中に入っているということですね。プロペラはもうついてるという状態で、あ、広げるんだ、なるほど、こんな感じで広げて使うんですね。はい、ちょっと見にくいかもしれませんが、プロペラ ABBA とA と A、B と B っていうのが対にならないとしっかり飛ばないので、最初からついてるのはいいなというふうに思います。ここがカメラレンズじゃなくて多分 LED が光るんでしょうね。以前購入したこちらのポケットドローンも、本体がどっか行っちゃってますけども、こちらのドローンもここに収めるタイプで、それよりちょっと大きいぐらいのサイズ感でしょうかね。でも似たようなドローンだと思います。充電はここにこのコネクタを差し込んでいこうか、はい、ここですね。これで USB から充電するタイプとなっています。コントローラーなんですが、
コントローラーにも充電線がついていて、コントローラー自体はバッテリー電池ですね、電池を入れて動かすんですが、コントローラーからも充電することができるようです。発信機と機体ということで、高速回転、旋回飛行、速度調整、前進トリム、後進トリム、方向スティック、360度ロール開始ボタン、スロットルスティック、ワンキー着陸、ワンキー離陸、電源スイッチ、ワンキーリターン、機種無効モード、右トリム左トリムというふうになっていて、こちらのねおもちゃドローンもいろいろ押すとこあったんですが、ちょっと分かりやすく、いろいろ操作しやすくなってるかなという感じですかね。付属のドライバーで、単4電池が4本必要になります。ここには携帯ラックのスロットがついているようです。この 901HS の後期タイプのみが携帯ホルダーを搭載しているということで、これには携帯ホルダー自体はついていません。フライト前の準備、ウィングを広げる、機体の動機ですね、機体の電源をオンにし水平状態に設置します。送信機の電源をオンにして、底部の4つの LED ランプが急速に点滅します。スロットレバーを一番上に動かし、そして一番下に動かします。動機を管理すると送信機からはっきりと音がします。キャリブレーション、左のレバーを右に動かし、右のレバーを左に動かします。この操作は同時に行います。底部の4つの LED ランプが急速に点滅します。キャリブレーションが正常に完了すると、すべてのランプが点灯します。ということで、ざらっと説明書を見ましたので、充電して実際に飛ばしてみたいと思います。
はい、ということで合計15分ぐらいフライトしてみました。私がフライトするのが久しぶりすぎて感覚が全く鈍っているんですが、それでもある程度イメージ通りに飛ばせたので非常にいい機体なんじゃないかなと思いました。で、途中でミニ UFO も飛ばしてみたんですが、ミニ UFO の場合このスロットルが戻らないんですね。下降にしたら下降しっぱなし、上昇にしたら上昇しっぱなしなので、ドローンがぴょんぴょん跳ねてしまうことが多いんですが、こちら DB パワーのドローンはこのスロットルが戻ってくれるので、ある程度こう微調整しながら高さを調節できると。特に室内で操作する場合はこの高さ調整っていうのは非常に難しいと思いますので、ここは非常に操作しやすかったかなというふうに思います。その他の機能はまだ試していないので、もうちょっとね微調整して調整を煮詰めればもっと思い通りにフライトできるんじゃないかなと思いますので、また改めてその他のおもちゃドローンと比較をねしてみたいというふうに思います。室内で練習したりお子さんと楽しむ分には非常におすすめの機体じゃないかと思いました。もうちょっと早くね開封しとけばよかったですね。はい、ということで次回以降もおもちゃドローンの動画も挟んでいく予定がございますので、ご興味ある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。本日はご視聴ありがとうございました。ではまた。